よ、あやです。新年といえば福袋ということで、今年は福袋を結構買ったんですけど、そちらの第1弾が到着いたしました。で、その到着したやつがこちら、ジュエティでございます。ジュエティから届きました。ありがとうございます。もう私さ、ジュエティが好きで、ちょっと待って、もはやこの服とかももうジュエティやし、結構あのお世話になってるんですけど、そちらのね福袋を今回初めて購入いたしました。早速開けていきたいと思います。なんか他にも何個か福袋を購入したので、あのぜひねチャンネル登録をしてお待ちいただけたらなと思います。あー、はい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 、これこれ待ってたよこれ、嬉しい。これね、まずどういう福袋を購入したかというと、ジュエティの値段が11,000円の福袋で、コートを含む4点プラスバッグのジュエティハッピーバッグを購入しました。早速開けていきたいと思います。いやー楽しいはい、早速やっていきたいと思います。あー緊張してきた。ジュエティの福袋、今まで買ったことなかったんですけど、全部開封動画とか画像とかね、上げてくださってる方のやつを見てたりとかしてたんですよ。で、毎年思ってたのが、やっぱカバン、まずカバンがさ使えんなって思ってたわけ。今年もしっかりとした生地のカバンやから、しかもデカめなので、なんか帰省の時とか、ちょっとした小旅行の時とかめっちゃ使えるなって思う。このカバンね、黒やし、もう私も黒大好きやから、開けていきましょう。まず1点目、コートがな絶対入ってるはずないよ。コートから出したいんですけど、こちらこちらでございます。コートですね、ルーズトレンチコート。なんかジュエティってめっちゃトレンチの形が可愛いって有名なんですけど、ついに私も仲間入りということで、こちらの金額が13,200円でございます。13,200円、もう元取れました。早っ。紐は取り外し可能な感じで紐があります。え、待って、めっちゃ可愛いねんけど。こういう感じで腕のところもキュッとなってて、両方ベルトみたいな感じなんかな。形もシンプルで可愛い。ほんでこれにこんな感じになりました。これだけではこの服ちょっと寒いなとは思うんですけど、腕のところが結構余裕あったりとか、全体的にもうボリュームたっぷりなんで、中にめっちゃ分厚めのニットとかそういうの履けば全然いけると思います。なんか かわいい。次行きましょうか。次がこちら、 T シャツかな。お、 T シャツです。これはロンTの匂いがプンプンします。でね、シンプルなロゴと後ろには写真が入ってるザ・トレンドのロンティーみたいな感じでございます。履いてみたいと思います。コート脱ぎます。失礼します。はい、履きました。これはもういつでもどこでも何時でも使える。後ろにはなんか街並み風景みたいな感じの写真が入ってる。結構大きさも余裕があって、長さはお尻がすっぽり隠れるぐらいかな。かわいい。はーか、あ、踏んじゃった。もうこれは一年中着れるし、何にでも合うので、ありがとうございます。ちなみに私、あの福袋のサイズは M サイズを購入いたしました。で、この T シャツは6600円の T シャツでした。もうなんか元取れすぎてどないみたいな。次、次に行きましょう。あー緊張する。ガチジョン、トップス、あ、え、あ、トップス、トップスでございます。すごい、持ってへんねやけど、え、めっちゃ可愛い色。8800円のトップスでございます。ブラウスかなこれ。8800円ってやばいな。ちょっと私がブルーって珍しすぎん。はい、着替えました。え、どない、こんな感じのブルーでございます。まず袖のところも結構ボリュームがあるし、なんといってもこのポイントがめちゃくちゃ可愛い。このなんていうの、前掛けみたいな、前掛けみたいな、このポイントめっちゃ可愛いのと、あとなんかウエストラインがさ結構キュッてなってるから、くびれとか強制的に作っていただけるので助かります。ありがとうございます。ブルー単体でみたいなのはあんまり着いひんから、インナーとかで使おうかなと思ってる。すごい、この色味は初めて着たかもしれん。ライダースと一緒に合わせたりとか、なんかジャケットと一緒に合わせたりとかするかもしれん。ちょっと色味が欲しいなって時のインナーとかで着ると思います。あとこの襟があるから、襟だけで使うのも全然いいよね。嬉しいなと思うんですが、私はそんな着ひんかもっていう感じかな。普段と印象変えたいなとか、ちょっと色味欲しいなって時に着ていきたいと思います。こんな感じでございます。次、ラストね、この中に入っております。せーの、じゃん。お、何ですかこれは。誰ですかあの女、誰ですか、そうですか、もしかして、もしかすると、キャミワンピ
めっちゃ嬉しい。こちら9900円、黒でよかった。これしかもさ、さっきのさロンティーとかとちょっと合わせてみたいと思います。はい、着替えました。もうほんまに可愛くて、ちょっと今回はちょっとロンティーと合わせたんですけど、ちょっと失礼します。こんな感じで A ラインのシルエットになってます。めっちゃ綺麗。肩紐もついてるので紐で調節できるし、ボタンもね、なんかこんな感じのデザインで高見えみたいな感じです。可愛いじゃないですか。ありがとうございます。私156cm の 47kg で M サイズを購入したんですけど、めっちゃ結構余裕がある感じで、ゆったり着たい人とかはちょうどいいと思います。特にこの最後のさ、このキャミワンピなんてブカブカ、これでワンコーデ作れちゃいましたっていう。どうですか？これにメガネとかかけたりとか。電気やっぱさ、このコートやばいな。こんな感じでコート1点、トップス2点とキャミワンピ1点が入っておりました。もうありがとうございます。ほんとジュエティの福袋は合計38,500円なので27,500円お得になったよっていう感じでございます。まあ、なんか一つ問題点を挙げるとすれば、すごいグラグラになったね。ただ一つ問題点を挙げるとすれば、このトレンチコート、おとといもトレンチコートが多分ハッピーバッグの特典というか、まあ、絶対の商品やったから、もしかしたら被ることがあるかもしれない。なんかそのトレンチコートばかりいらんわっていう人はちょっと考えもんなんですけど、これはこれでめちゃくちゃ可愛いので、ぜひ気になった方はね、あの見ていただきたいなと思います。これ注文したのが11月24日、で届いたのがもうほんまに今日撮影日、撮影してすぐあげるみたいな、まあ、あげてたら奇跡みたいな感じなんですけど、ホームページとかでは多分売り切れてたとは思うねんけど、その他のサイトとかでまだ売ってるところもあると思うので、ぜひね、迷ってる方はお買い物の参考にしてみてください。はい、ということで今日はジュエティの福袋開封動画でした。いかがでしたでしょうか？結構その他もあと3つ4つぐらいかな、3つぐらいかな、あの福袋を購入したので、ちょっと開封動画がね、何個か年始とかに入ってくると思いますが、どうぞお付き合いくださいまし、洋服系の動画もいっぱいしていこうと思うので、チャンネル登録とかしてね、お待ちください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。いやー、福袋のこのワクワク感ちょっと思い出してきて、めっちゃ楽しみになってきた。まだあと今年ももうちょっとありますが、もう走り抜けて来年もね、楽しんでいければと思います。また次の開封動画お待ちくださいまし。ということで、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。ありがとうございました。